こんな星などいるもんか。ベジータのやつ気合い入ってんな。俺も負けてらんねえ。助けてもらう気などない。腕を上げて出直してこい。若いな。お前ならすぐに俺を超えるだろう。ものすごく強い奴らと戦っちゅうのに、まだおめえは力の全部を出し切ってねえぞ。貴様ら光栄に思うがいい。お前次第だ。それは私も本物。今のは良かった。本当にあれか。お前の目の前にいる私こそこの町で最高の冒険者だ。魔法を連れ戻すことのできる唯一の冒険者だ。デミウルゴス、セボス、冒険者が上位アンデッドの媒介になり得るか実験をする。よし、では行くぞ。はい。なんだ、なんだ。え、うまく精神集中できるだろうか。よくかんねえ。おめえは失敗したんだ。ほら、そうだった。マール呼吸です。今は忙しい。時間ができたならば私の方から連絡を。うわっ、なんて気だ。ほらにゃ、鼻くそをほじる力も。ご飯先ずだ、食え。あ、何なんだお前ら。2周時以内で簡潔にまとめやがれ。そいつが先祖だ、食え。おい、生き返った。ご苦労、よく来てくれたな。悟空、ち、本当にはっきり言いやがったぜ。よくやったな、ご飯。うちの弟が世話になったみたいだな。はっきり言ったらどうだ。もしかしてお前の時の部屋に入ったんか。そうか、では見せてもらおう。お前をスーパーサイヤ人にする。気を抜くな。わ、落ち着かねえ気分を消すことから始めた方がいい。まずはスーパーサイヤ人になった時の、その後基本的修行からやり直そう。なかなかやるな。行くぞ。最後の質問だ。貴様がわざわざ未来から来た理由は何だ。くそ、イライラするぜ。今度はもっと修行積んでこいよ。父さん、トランクス。父さんは俺や悟空さんに助けられることの方が。だが、そういうことなら何も聞かずに貴様の息の根を止めてやる。そう！なんでそこまして強くなりたいんだ。まさか破壊神の後釜を狙ってんじゃない。これで確信できた。
戦うぞ。ああ、皆さんにしてはこの程度、軽く終わせるようになります。人間の命とどっちが大事かという。悪かったね。私はお前を強くしたい、そう一心でいた。俺は黒崎一門。それが俺たちの絆だ。奴の洗脳から逃れた盾一門、まだ終わらんぞ。ねえな、それだけかよ。おっさんなら必ず俺を、俺の力を受け止めてくれる。こいつを見てからもう一度言え。そういうことなら、自分に嘘をつくような奴は嫌いだ。サスケ、つながりを全て断ち切ることこそが。野郎ども、戦闘だ。俺は俺のやりたいようにやる。痛えことがあっても歩いて行く。俺もお前のところに行くとし。痛くもねえやつの場所なんて俺が全部ぶっ壊してやる。Thank you.
てなお上に行こうというのか。強いと強い思いのきっかけで筋トレしてここまで強くなった。